今持っているのは商業機能っていうんですかね、やっぱり、まあ、下に行けば何でも買えるとか、飲んだり食べたりできるっていうそういう要素と、すぐそばに緑とか畑とかあるっていう、そのモザイク的な街なんですね。でこれをちょっと少しこう抽象的にすると、多様性っていうのかね、多様性、どんな生き方をしようがこの街は受け入れてくれるって、そういう街がやっぱりこれから伸びていくのかなって思います、うんうんうん、でそういう意味では今一つだけですけど、子どもに優しい街条例っていうのを作ろうとしてるんですね。子供に優しい街条例、ええ、それどういう内容なんですか。でそれはみんなが考えるんですけど、あ、これかなあ、でもそれを動かそうっていうこと自体素晴らしいですよね。 そう、で、それはやっぱり子供に優しい街条例って条例の案文読んで分かるっていうことじゃなくて、その名前で私たちはこの子供の優しい街を目指してるんだってことだけは分かるんですね、うん、じゃ具体的に何を言った時に子供が困ってる時に手を差し伸べるとか、うん、そういうことが子どもに優しい町なのかなとか、うん、あるいはあの子どもたちのための、まあ、もう少し具体的に言うと、例えば子ども食堂っていうのは10か所ぐらいあるんですけど、はいはい、あとそれ倍ぐらい作ろうって考える市民のグループができてきたりって、うん、それも子どもに優しい町のその人たちの解釈なわけですね、うんうんうん、ですから多様性っていうのは子どもに優しい町というテーマに対して自分なりの解釈をして動いてもらう、そういう街にしたいっていうのが、でそれが あそこ最初に言いましたように、どんな形とかどんな人間でも町田では受け入れてもらえる街なんだって言って人が集まってくるとという作戦なんですね。なるほど、いやいいですね。なんかその市民参加型じゃないですけど、そうですそうです、なんか自分のやりたいことっていうのを叶えてくれるし、それを聞いてくれるというか、それが許されるっていうのが、そう、多様性を認めることにつながりますもんね。今のはとても抽象的な話をしたんですが、うん、順番が間違ってまして、今私の言い方間違ってますか順番間違ってたんですか。そう、2018年、19年、20年、21年で4年間、はい、あの町田まるごと大作戦っていうのをやったんですね。あ、なんかポスターいっぱい貼ってありましたね、で町田まるごと大作戦の趣旨は何かって言ったら、自分たちがやりたいことをやりましょうっていうテーマなんです、うんうん、で何をしたいかは皆さん勝手です、うんうんうん、でお金も払いますし広報を宣伝もしますっていうふうにして、募集したんですね、はい、で200とか300とか500とかそういうプロジェクトが出てくるんですね、はいはいはい、それを、まあ、一応審査をする場所がないといけないんで、まあ、まあ、審査はやりました、ね、うん、商工会議所のトップの人に審査委員長やってもらったんですけど、はい、でそこから先何すると買ってもう、まあやることが決まったらあとお任せします。もうお任せします。へえ、面白い。それをやるとどんなことが起こるかっていうと、あ、条件がありましたね。今までの自分たちがやってきたことはダメなんです。新しいこと、自分たちがやってきたことを知らない人と組んでやってくださいって、それだと採用になりますよっていう。はあ、じゃあそのことの、まあ、ある種プロフェッショナルじゃなかったり、ある種志がちょっと違う人と組んでください、組んでこうお互いの議論を重ねてできたものがいいものになるってことですね。それ採用しますっていう。はあ、面白いですね。それでものすごくたくさん来ましたよ。へえ、あ、ちなみに具体的にどんなのがあったんですか。例えばね、木曽町っていうところでね、はいはい、なんか夏場に水をかけ合う遊びをしようって。はいはいはい。でまあそれなんか水鉄砲とかね用意したりしてやるんですけど、はい、そのうち消防署が火星に来てホースで水かける。冗談だろみたいな。それをじゃあイベントとして。そうそう、夏やってるんですよ。へえ、めっちゃ楽しそう。ホースって結構すごいですね。そうそう、で子供がすごい集まるんですね。水かけるの好きなんですよきっと。はあ、でもちっちゃい時めっちゃ好きだったな。なんか水鉄砲水鉄砲楽しいですよね。そう、それであの時見てたらこんな大きな水鉄砲なんか最近大きいんですね。はいはいはい。あの時やってましたね。で結局それで採用されて宣伝も市が広報しますから、はい、あ、これは市がサポートしているお祭りなんだっていう、そのオーソライズされてるからみんな安心して入ってくるね。そこが役所の役割って、オーソライズの役割と若干の資金的な援助の役割、それ以外はしないって。はあ、やりそうですね。それはだからもう全域で
市内全域でやりました、それは。あ、すごっ。それはじゃあ、至る所でじゃあ水鉄砲を。いやいや、そこの木曽町のところに水かけ祭りやったけど、まあ、例えば相原でいうと夜祭りとかやったりね、いろんなことをやる。それ夜祭りだと相原の、地域の町内会だけじゃなくて、うん、近くの大学の造形大学とかなんかあるんですけど、はいはいはい、そういうところの学生が一緒に参加してくると、それだと OK なわけですよね。なるほど。でもなんかいろんな人のアイデアが出る分面白くなるんで、取材とかも入りたくなりますよね。そう、それと全然知らない人と話することになるんですね。それがいいんですね。お互い成長するというか。そうで、この町に住んでる人間という実感が全く知らない人と話することで生まれるんですね。はあ、面白い。というのをやったんで、はい、まあさっきの順番が逆だっていうのは。なるほど。こういうプロジェクトがあって結果、そう、丸ごと大作戦というか。だから それを、まあ、これからね、多様性を認める街っていうのはね、はい、そういう街でありたいなと思って。なんか僕も会社やってるんで今すごい勉強になっちゃいました。組織でね、それこそ好きな謎解きを考えて作っていいよって言って、そこにね、別の人も入れてみたいな。ね、今回の井戸田さんというか松村さんに、ね、はい、お願いした話ってほとんど出来上がってくるまで私は知らされてないんです。確かにそうですね、うん、市長の確認みたいのなかったですね。だから、はい、それで今企業経営でいうとエンパワーメントって言って権限を下の者に渡すっていうね、はい、うん、でそれで始まっちゃってるんですよ。なるほど。じゃあもう任せたっていうことなんですね。そうで、そいつを信用してるっていうことのメッセージですよ、それね。なるほど。で、失敗した時はこっちの責任だと、市長の責任だと、ね、やりたいならどうぞという、それが最近浸透してきてる。で、今回のこれもね、なんかやることになりましたっていう報告が、そんな感じだったんだ。いや、よかったです、成功して。ちょっともうほっとしました、今話聞いて。いや、でもいいですね、なんかかっこいいですね。いやいやいや、それの方がやる気が出る。はあ。社員というか職員はね。なるほど、うん、いい話を聞きました。いやいやいや、だからそういうこうなったら、みんなが自分の責任で自律的にやるっていうのは、職員ももちろん、まあ、そう当たり前ですけど、地域の人が自分の責任でやるっていうね。そうですね。そこが大事なのかなって。なんか子どもたちとしてもすごいワクワクしますよね。そうなの。別にこの考えるのは大人だけじゃなくて、子どもがこういうことしたいって言って動くこともできるわけですから ね。そう。なんかちっちゃい時から、なんか僕もそうでしたけど、その自分で考えて何か作るとか、自分で考えて何か楽しむってすごい大事な体験じゃないですか。そうですね。それが結構こう全部がんじがらめにね、決まってると子どもの自由も奪われちゃうから、うん、そういう意味でこう親子が住みやすい街なのかなって思いましたね。ごちゃごちゃしてるとか、自然の素材、木だとか竹だとかいろんな素材があるとか、うん、もうね、秘密基地を作るにはこの町はいいんですよ、子供が。秘密基地を作るには町田で。子供にとってはね。いいな。でも探したらあるかもしれないですね、本当に。だから材料がそこらにビルの町だと落ちてないもんね。ごちゃごちゃしたところがあって、よくわからない土地だとか、あるいは山があったり林があったりすると、そこから集めてきて誰もわからないところに基地を作っちゃおうって考える子供がいてもいいわけですよね。そういうことができる町だからね。確かに謎解きの場所でも使ってますけど、芝広とかもね、はい、もう空間がすごくたくさんあって、あそこも遊びたい放題じゃないですか。そう、だから子どもたちからしたら何でもできますよね、あそこね。そう、あそこただですね。うん、しかもすごいよな。しかも転んでも怪我しないし。そうですよね。あれ全部天然芝なんですよね。そうです。サッカーのピッチと同じように、冬もグリーンで冬芝を植え替えてるんです、あれ。やっぱりグリーンで、あれだけの広さがあって、いくらでも遊べて、で、まあ、結果オーライなんですけど、角が交番なんです。角が交番、おお。不審者出ないです。すごいですね。それたまたまですか。たまたま。へえ、安心だ。そうなんです。で、都心部にフリーで使える芝生の広場を持ってる市なんてそんなにないんです。それはちゃんと市がこう守ってるっていうのも素晴らしいですよね。そうですね、うん、結構最初スタートは苦労したけどね、やっぱり。ただ、うん、あそこがいいのは、あれな、町田街道っていうのかな、通ってんですね、はい、で、その街道は他の人が、他の市の人とか他の県の人が通るんですね。で、こんな
芝生で子供たち遊んでるよって運転しながら見る、信号で止まって見る。なるほど、そう、作詞ですね。いや作詞たまたまそうなんですけど、たまたまこの街道っていうね、はあ、そういうところの横にそういうものがあるから、うんうんうん、あ、子供を大事にしてくれるなとか、子供が遊べるなとか、そういう感覚を学べるんですね。で、都心部ですからね、うん、確かにいいですね、そう考える。宣伝みたいなもんですよ、あれ。あれが宣伝みたいなもの。そう、で、保育園の園庭がない保育園なんかいつもあそこ使ってますからね。あ、へえ、なるほど。そう、じゃ子供からするとすごい好きな場所になるでしょうね、多分ね。町田のここで遊んだなっていうのも思い出として残りますし、子供ぐらいだったらたこ揚げができちゃいますからね。あ、確かにそれぐらいスペースありますね。はあ、すげえ。確かにな、そう考えると貴重ですね、町田市のこの空間って。そうなんですよ。そしたら町田の謎解きでね、ぜひ町田に住んでみたいなって思う人は来てほしいですね。そうなんです。そこも巡れますし、あ、はい、市長のお気に入りの場所も巡れますし。いや逆になんか今回の謎解きでいろいろ巡っていく中でお気に入りの場所を教えてほしいですね。なんかその巡った人が、それこそ市外に住んでる人が、そうですね、町田のここ羨ましいなポイントみたいな、うんうん、まあそうですね、ちょっと3あったら作りますか、なんか市外の人からの羨ましいポイントを入れられるシステムみたいな、ここが良かったよみたいな。そうですね、うん、そしたらなんか広報でも使えますもん ね我々の住んでる価値観と違う外からの人の別の価値観でここがいいって、我々はそんな感じてなかったけどっていうのはあるかもしれないですね。うん、うん、